今日は坂上がり公園でソラノンが卒業発表したんですよね。寂しいねってね。寂しいです。おもちゃの時泣き崩れるかもしれんって。みんな泣き崩れて、じゃあ大西が発表したら言ったよ、じゃあ泣き崩れてね。その時は事前の匂わせお願いします。どうしたらいい？今日発表するねって言った方がいい？今日の公演で発表します、心構えよろしくお願いします。もはや匂ってない。確かにもはや匂ってないよな、そこまで行くとな。でその大西が卒業しますって言った時にみんなえーって言って腹の底から叫ぶ準備をしといて、で知ってるよって言って、やだやだ、大西はえーって言ってほしい。これはねずっとあるの。でも劇場で発表するならの話なんだけどね。それは大西がどこでいつ発表するかわからないから、みんなのえーの生の声が聞けるかどうかはわからないんだけど、もしね皆さんの前で発表することがあればうえーって言って言って、ちゃんと発声練習しといてね。それから明日の公演でみたいな、私明日公演出るんだけどって、明日発表するからってえーって言う準備しといて、ちゃんと来るとき発声練習しときてってもうさらっと言うっていう、明日こんな卒業発表ないよね。もうさ明日の日発表すんねんけどさ、明日劇場来る人、あーでもまあいるなって、じゃあ率先して言って、周りの人に言っていいからって劇場入る前にチラシ配ってもらって、他のファンの方にも、そうそう、で大西が決め台詞というかセリフを言ったら大きな声でお願いしますっていうチラシを渡してもらってそんな卒業発表あるってないでしょ。まあでもここまで来たらどう、案外受け止めれるんじゃない、なんかこんなさらっとそれかもうさらっと、あそういえばさ言おうと思っててんけど、私明日公式で卒業発表しようと思って、明日ブログに出るからチェックお願いします